always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look, you know just where to look. And you, you have a heart of gold, and I look forward to growing old, 'cause I'll be old with you. Oh, I'll be old with you. ながら言ってんのかな、なんかアボかなんかを。でもボコボコになってないじゃん。そうなんだよ、うん、綺麗だね。早いね、みんな。うわ、すごい大きいの起きてる、ね、すごいね、うん、かっこ、うわ、かっこいいな、これジップの。よし、杉の原行きましょう。スタートしたってリフトも晴れてきたね。やったな、勝ったかもしれない。あ、さっき降りてきてたよ。よし、長いね、すごいね。野尻湖が見えてるね。うん、今このゴンドラ上で回そうか。ゴンドラ降りてきちゃうと大変だからね。上はどこ？ここの三田原第三高速で、うん、あ、昨日これ止まってたよね、三田原第三高速が。そうだね、ね、E2 が冷や説なんだ。いいね、 E2E3 が冷や説だ。いいね。で、E1 がのんびりコースなんだね、うん、このさ、一番上から一番下までのロングトレイル 8.5 キロだって。結構長いけど、すごいね。小沢が10キロだったと思うから、へぇ、それに匹敵する長さだね。ね、まだ開いてないから下降りようか。一階にね。ハウじゃない？どうですか？いいの？いいね。
結構パウがちょうどいいね。深すぎず、浅すぎず、心地よいね。うん。1点かけた後にうっすら乗ってる。そう、乗ってる感じがね、5センチぐらい。うん、いいよ。そして、フードがありがたい。暖かいもんね。ね、滑ってるとやっぱ顔冷たいね。冷たい。けど思ったほど寒くない。大寒波っていう割には。そう、思ったよ。まあ、俺らが最近滑ってるところがさ、2000メーターぐらいだからさ。低いからね、ちょっと。早く上開かないかな。三田原第三リフトだったかな、うん、一番上。結構パウダーがいっぱいあるところ。すごいね。わあ、至るところからフォーフォー聞こえるぞ。もう外国の山にいるみたいだね。本当だね。ああ、一番下に降りてきたぞ。この連絡リフトがいいじゃん。二人乗りの遅いの。すぐ平和。すごいのんびり。わ、我が家いたいた。本当だ。もっと大きいのがいる。我が家の2倍ぐらいの大きいのが。すごいなぁ。
いや晴れてきたぞ。行くぜ。はい。よかったね。よかったね。とっても。最高でしたね。うん。天候も持ったしな。うん。うん、ちょっと晴れてたしなんなら。ちょっと日本海出てみようか。ここから40キロぐらいなんだ。あ、そうなんだ。うん。1時間ぐらいで行けるからさ。行ってみよう。ちょっと出てみる。うん。ね。で、海の幸をちょっと食べれたら食べて。うんうん。で、また雪に戻ってくる。うん、こっちに。そうしようか。うん、そのまま長野の方まで行って、うん、志賀高原で滑って、野沢とか戸狩とかあっちの方上がっていこうかな。うん。いいよね。いいよ。で、そのまま新潟に抜けたらいいか。そのまま十日町の方に行けるから、確か。おー、うん。あっち行ったことないじゃん。そうだね。うん、それでもいいな。温度がちょっと上がって今マイナス1度だって。あ、暖かくなったんだ。ようやく0度に近づいた。うん、18号に出たよ。妙高温泉入り口。温泉も入りたいな。温泉もいいね。お、一気に雪がまたなくなったじゃん。なくなったね。なあ、すごいな。うん、けどこれ気をつけないとあれだね、夜また凍るよね。うん、明日寒くなるって言ってたから。今回まで38キロ、うん、お、赤倉左。うん、あ、標高が 500m しかないんだね、ここ。そうなんだ。あ、結構低いな。ね。お、道の駅だよ、新井。ここもいいよな、ミサがあるしさ。そうだね。ね、スキヤもあるし、ローソンもあるし、回転寿司もあったよね。あ、回転寿司もあったな、そういえば。ね。あ、でもなんか右側の妙高の道の駅の方、道の駅の方にもなんか飲食店が入ってて。そう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 、海鮮丼、海鮮あったな、あそこにも、うん、なんか美味しそうな。そういえばそうだそうだ、食べれそうだったけど。雪は少ないな。ひときと寿司が入ってる。あ、そうだそうだ。あと15キロ。近いね、海まで。近い。上越市に入った。どんより。どんよりだね。結構どんより。雪も少ない。ちょっと雨っぽいもんな。みぞれだもんな。うん。うん、上越に着いた。あ、直越だっても。直越駅だって。うん、すごい名前。どんよりもいいところだな、これは。すごい雪が降りそうだね。ねー、重い雪が降りそう。ねえ。8号線に出てきた。おお。すぐスタックしてやばいところね。これを左？そうだね。さあ、もう着くんじゃない？うん。この坂上がったとこだったよね。そう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 。どんなお魚とカニがあるんでしょう。魚生。いつもここ来ちゃうよね。来ちゃうな。どれどれ。どうでしょう。車それなりにいるんだね、こんな日でも。あ、今日は宅急便中止だって。あ、そういえばそんなん出てたね。で、すごいな、メギス。カニだ。はい。あ、カニ食べたいな。すごいな。カサゴだ。わ、でか。このカサゴでか。すごいね。すごいよ。こっちは何？すごい。こういうの。すごいね。あー、バイバイの煮つけ。あ、黒粒煮つけいいな、これ。買っちゃおうかな。
今日は美味しい海鮮が手に入ったからお味噌汁くらい作ってますよ。いいね。今日は母性で天然マフグ魚水よ。すごいね。400円。それから寒ビラメ、これも半額、300円。あとお寿司がね、やばいんだよこれ、470円だもん全部。すごいよね。なんかちょっと割引されてるけどね。どんな感じだ。いろんな詰め合わせが2つかな、これだよね、それとこれは地物の鯛だって。美味しそう。これが520円か。うわ食べたい。できたよ、味噌汁も。こっちも準備完了。フグで、これが寒ビラメ。寒ビラメっていうんだね。で、盛り合わせ、詰め合わせ、なんだろうこれ、バラエティセットみたいな。バラエティセットと、この具が地物の鯛。行っちゃって。じゃあまずこちらから。何かわからないよ。カンパチかな。いただきます。あ、ここの美味しいよね。すごい大きいんだよね、ネタが。ネタがすごい大きい、ね、結構脂あってすごい美味しいよ、最高最高。これが下がマフグだって。マフグって何なんだろうね。トラフグとは別だよね、多分。マフグのこの量で800円だったらやつだ。おかしいからね。あ、コリコリ。フグだもんね。おいしい。ポン酢によく合う。タイもいただこうかな。地物のタイってよ。じゃあいただきます。安定のタイ。最後お味噌汁。完璧だね。あ、完璧かもしれない、本当に。ねえ。さあ、俺も食べよう。美味しいね、お寿司。とっても。美味しい。なんか久々だわ、食べるのも。そうだね。でも、やっぱ海が近いといいね、新鮮なものが。いい。これ200円引きでさ、470円だけど、470円ならなくても670円だもんね。すごいよね。美味しい。ああ、美味しいな、分厚くて。お味噌汁も美味しいよ。美味しいね、あったかくてね。笹団子。新潟といえば笹団子。全部つながってた、くまなく。すごいね。何個入ってんだ。1、2、3、4、5個。あー美味しそう。じゃない、ほら、いい、いいよ、ほい。あー、まあそうだね。あー、いい匂い。うまっ。おいしい。うん、私も食べよう、これ。あー、超うまい。なんかさ、これ笹でこう巻くとさ、結構しっとりするんだね。あ、ふんわが、すんごいよこれ。これも海じゃないかな。あ、海なんだ。多分。海。うわ。うわ。日本海って感じ。日本海だね。うわ。ザブーンって感じ。なあ。だったね。雰囲気いいね、ここら辺。ちょっとこの。あー、やっぱ日本海って感じだね。あっちのさ、兵庫とか鳥取とか京都の海沿い、丹後半島とかにもちょっと似てるじゃん、雰囲気が。家の雰囲気がね。釣り竿も乗っけてんだけどな。無理でしょ。こんなにあれ狂ってる。穴釣りぐらいだったら。危ない危ない。前は雪じゃない、もう雨かな、雪かな。うわー、降ってきた降ってきた。もう夜みたいに真っ暗になって、降ってきた降ってきた。降ってきたね。
いやーすげえ。こういう感じだね。でしょ？いやーなんか雪国って感じじゃない？これずっとアーケードがあってさ、うん、ずっと屋根あるじゃんこれ。そうだね。ね、歩けるもんね。うん、なんか人ん家の前入ってっちゃうみたいな感じだけど。うん、東越駅って書いてある、うん、ちょっと右ね。へえー、こんなとこなんだ駅。初めて来た。おおおおおおお、あ、一両。本当だ、糸井川。糸井川、ワンマン糸井川駅。いやすごいな。あら、すごい雪になっちゃったね。無印だったよ。うん、ここ右だって言ってるけど、うん、そしたらもうそこなんだよね。なんか大きいのかな、ね、駐車場がいっぱい。いっぱいあるね、駐車場。エルマール、なになに、ショッピングモール。おお、なんだ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 、今度なんかあられみたいなのが降ってきた。ね、激しい。多いんだよね、うん、ああ、スタバ行こう。ちょっとパソコンもしたいしね。オッケー。え、ちょっとすごい。カルディにスタバにムジにクゼフクに。え、すごい。すごいじゃん。え、すごい。何ここ、すげえ。すごいね。越後薬草蒸留所だってよ。なんかあそこみたいじゃん、ビソンの。え、どっちだ。え、スターバックス。え、何ここ。ジュース売ってるし。え、すごい。あんバターサンド、アジフライサンド、いいな。すごいな。何ここ、すごい。すごいな、めちゃくちゃでかい。あ、これスタバじゃないか。え、マジ？なんで？座っといたら。なんかいろいろもらっちゃった。ケーキとコーヒーのペアリングだって。フォンダンショコラフラペチーノ。うん、何ここ、すげえな。新越の用品。え、日本酒。え、日本酒。ほら。え、マジ。ほら、すごいじゃんこれ。これめちゃくちゃいいじゃん。おしゃれだな。え、ツナンだって。ここら辺か。フェード、これでちょっとヴィンテージ。これ登山に持ってったらさ。本当だね。瓶じゃなくて100ミリだって。ちょうどいいじゃん。ちょっとね、うん、フラフラしてたら遅くなっちゃった。そうなの。すごい雪になりそうだから、うん、急遽ちょっとこの近くで宿があったから、安い宿が、うん、2人で6000円とかの宿だった。しかもじゃらんのポイントが結構あったから、うん、4000円しないで泊まれるとこがあったから、すごいね。そこに避難だな今日は。すごそうなんだ、これから雪がね。ここ左だって言うんだけど。え、なんか書いてないよ。すごいな。書いてない道っていうのはやっぱあるんだ。ねえ、するとこうなっちゃうんだな。うん、ここら辺これ朝すごそうだな。バリバリじゃない？バリバリだろうな、うん、これは。すごいね。降ってきたね。めちゃくちゃ降ってきた。これは積もるね、うん、よかったね今日宿にしといて。大変だぞこれ。
じゃあ今日はこれ安かったね。チキンカツ弁当。これがもともとも500円なのに3割引きだったから350円。この近くのカツ屋より安い。本当だね。すごいよね、うん、いや結構積もったね、すごい。すげえ雪になっちゃったね。結構積もったね。結構積もった。30センチぐらい？うん。くっそ重い。重い。めちゃくちゃ重い雪だからさ。めちゃ雪がね。大変。うん。これ除雪がまだ入ってないところ多分あるからさ。あ、やべえ。通れるかな。大丈夫。